ご覧いただきありがとうございます。双子ママチョコです。今回はダイエットの再開報告動画となります。このチャンネルを始めた最初の頃からステッパー運動と踏み台運動などでダイエットをしてきて、1年半以上ぐらいはダイエットしてきたんじゃないかなと思うんですけど、去年の10月頃からちょっともう挫折をしてしまって、ここから今もう3ヶ月ちょっとぐらい全く運動もせず筋トレもせず、一応食事の時間だけ16時間空けるダイエットっていうのを細々とやっているっていう感じになってます。実際体重はどうなっているかっていうとこちらになります。はい、こちらがダイエットノートになります。一応目標をですね立ててやり始めたんですけど、10月の半ば頃から全く運動も筋トレもやっていない状況になってます。星マークが筋トレをした日で、×が筋トレをしなかった日で、50キロ前後ぐらいの時にやめてしまって、まあ、そこからどうなったかっていうと、2022年今年の1月、51キロ台後半からもう52キロ台がちょっとずつ出てきてるという状態になってます。はい、完全にリバウンドをしております。私はもともとよく食べるので食事制限はしたくないなっていうのでダイエットを始めたんですけど、最初ステッパー運動から始めて、ステッパーが壊れて踏み台運動に途中から切り替えたんですけど、まあ、そのあたりぐらいまではなんとかちょっとずつちょっとずつ落ちてはいたんですね。で、ただまあ運動する時間があんまり取れなくなったことをきっかけに、16時間食べないダイエットと1日に今15分ぐらいの筋トレなどをしていたんですが、腕立てとか腹筋とか結構やっぱり苦手で、あ、今日もしなきゃっていう感じになっていて、10月の途中頃からもうその筋トレも全然しなくなって、16時間食べないダイエットは16時間空かないこともあったんですけど、なるべくは毎日16時間は食べない時間を持つというのは心がけてはいます。運動もしないし筋トレもしないし、なのによく食べるという状況で、ちょっとずつちょっとずつリバウンドしてしまっていて、挫折したのがだいたい50キロぐらいだったんですけど、今52キロぐらいで2キロぐらいリバウンドしているという状態です。で、今日は1月の31日なんですけど、今日からまたダイエットを再開しようと思って、で、今回のダイエットはどのようにしていくかっていうと、今までの成功失敗体験をもとに私には何が合ってるかなって考えて、やっぱり運動だと思って、食べないのはやっぱり無理だし、で、ちょっときつい筋トレも私はちょっと苦手だったので、まあ、ステッパーがあればステッパーの方がより簡単かもしれないんですけど、片足を踏んだらもう片足が上がってくる感じなので、足踏みしやすいかなと、続けやすいかなとは思うんですが、ステッパーも壊れているし、わざわざちょっと買うってなるとお金もかかるし、場所も取るし重いし、なので家に今ある子供用の踏み台で上り下りの上下運動をしていこうかなと思います。で、今日も今1時間やったんですけど、やっぱ久しぶりに運動するとすごい疲れてしまって、なんか1時間長かったですね。なるべく毎日この1時間運動を続けていきたいなとは思っています。で、その1時間ただ運動するだけっていうのは難しいと思うので、録画をしているテレビとか YouTube とかを見ながらまた踏み台運動をしていこうかなって思っています。食事制限は、まあ、今回も今のところするつもりなくって、16時間を食べない時間を設けるっていうのはなるべく心がけようかなっていうふうに思ってはいます。まあ、もしかしたらね、16時間空かないこともあるかなと思うんですけど、まあ、なるべく気をつけつつ、そこは緩くしたいなと思っていて、とにかく運動を毎日続けていこうかなって思っています。で、今回は52キロから始めるので、目標は、まあ、できれば5キロ行きたいところなんですけど、あんまり目標を高く持ちすぎちゃうとちょっと挫折しやすいかなってちょっと前回ので学んだので、5キロまでっていうよりは、例えばまずは1ヶ月とか、1ヶ月できたら次3ヶ月みたいな感じで、ちょっとずつちょっとずつ目標を伸ばしていこうかなっていう方向で行こうと思っています。また経過報告動画を出したいなと思っているので、ぜひ応援していただけると嬉しいです。ダイエット中の方、ぜひ一緒に頑張りましょう。じゃあバイバーイ。